今回はこちらの、パロルニのトートバッグを紹介したいと思います。こちらですね、パロルニのイントレチャート、トートバッグになるんですけれども、色がですね結構変わっていて、オレンジのグラデーションカラーになっています。でこっちのバッグの上の方は薄いオレンジで、下に行くにつれてどん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 色が濃くなっていくという、結構ですね他にはない、そんなカラーリングになっています。一応ですね持つとサイズ感的にはこういった感じですね。男性よりも女性が持つことをお勧めしたいサイズ感に、なっています。バッグの内側はこんな感じになっていて、半分より下にですねキャンバス状を貼っているので、多少汚れたものだとかそういったものを入れても表地に響かないように、作られています。で収納というか、内側はですねジップ付きのポケットが一つありますので、まあ、こちらにですね、物を入れて収納することもできます。で開けるところはですねマグネットが付いていますので、まあ、取り出しやすく、なおかつ、まあ、周りの他の方からもですねバッグの中身とかが見えづらくなっていますので、結構そういうふうに工夫されて作られている、色も可愛くて中身も非常に使いやすい、そんなバッグになっていますので、よかったら一度使ってみてください。